皆さん、今経済産業省が原発にお金を流す電力制度を導入しようとしていることはご存知でしょうか。その名も非化石価値取引。太陽光、風力や水力など二酸化炭素を排出しない電源の電気について電力量に応じて非化石証書というものを発行してより高く売り、証書を売買する市場を創設して取引しようというものです。取引はすでに2018年から始まっていますが、現状では固定価格買取制度の対象となる太陽光や風力などの再生可能エネルギーに限られています。証書を買うことにより電気が再生可能エネルギー由来であることが証明されます。売却益は固定価格買取制度の負担低減に充てられます。この制度が原発にお金を流すために使われようとしているのです。まず2020年をめどに固定価格買取制度でない電源にも非化石価値取引を開放し、証書が発行できるようにします。ここに原発が入ります。そして固定価格買取制度でない電源については証書の売却益がそのまま発電事業者に渡るようにするのです。しかしこのままでは原発由来の証書はなかなか売れないでしょう。再生可能エネルギーとそれ以外で表示を分けることになったのでなおさらです。そこで登場するのが数値目標です。2030年に再生可能エネルギーと原発の合計で 44% となるよう段階的に引き上げる数値目標を設定し、年間5億キロワット以上の電力小売業者に対し証書の買取を事実上義務化していこうというのです。証書の価格は未定ですが、現在の取引価格約1円パーキロワットアワーを用いると130万キロワットの原発が稼働率 80% で1年間動いた場合の証書の売却益は約100億円となります。10年で1000億円、20年で2000億円にもなります。電力料金に転嫁されると電力消費者の負担となります。多額のお金が流れることにより原発の再稼働や新増設をも促してしまうでしょう。結論、非化石価値取引に原発を参入させると再稼働や新増設の資金を流すことになると言えるのではないでしょうか。